り時間こうです3時半やばいね。まあまあのやっぱ時間がすごい。ちびちゃんがいっぱいおったけんね、うん、こんにちは。こんにちは。ん？あ、こんにちは。ちょっとあの持っとってもらっていい？これ、うんうん、早く取るかな。ちょっと銀ちゃん、銀ちゃんいいかな、こっち側に入れてもらって。よいしょ。ここはどこ？海水浴場のところです。仕事中だけどちょっとだけ。へえー、ありがとうございます。蚊がすごい。蚊がね、すごい。いい天気。銀ちゃん元気です。かわいいお尻、うさっちゃん。今日もちびちゃんがいっぱいいましたね。うん、蚊がすごいんですよ。蚊がいっぱいおる。うん、涼しい県ですかね。活発なんかな。かわいい。みんな腹ペコ。あ、ぴょん吉くんは元気ですか。あ、食べてる？あ、お昼まだなんですか。腹ペコ。腹ペコ。みんな腹ペコ。お尻、かわいいお尻ですね。人参スライス、スライスしたら。あら、あ、カラス。あのとこで見てた。石のとこ。カラスです。カラスです。カラスがいます。カラスが狙ってるで。怖いね。あ、すごいね。怖いね。ウサギも腹ペコいうことはカラスも腹ペコいうことですよ。うん、だから起きえさせたら危ないっていうことだね。うん、いっぱいいっぱいですね。ここのさちゃんも。ん、今日は見せて。今日はサポーターらしきことを結構やってましたんで名札してます。キャベツ爆弾を持った方がいっぱいいたんで、さりげなく協力してもらいました。分かってくれる人だったんでね。かわいいよ。綺麗。銀ちゃん綺麗よね。すごい。あ、うん、ありがとうございます。こうやってやったらあれ見えますか、あれ。カラス。カラス。うん、あそこでじーっとこっち側にね、また見張ってます。あ、あそこの巣穴のところにおるんやない。こっちを見てますね。あれ、ちょんちょんちょんと逃げていくけど。
そう、カラスがよく、あの、餌をあげてたらね、騒いでますね。ただね、ちっちゃいね、ウサギちゃんが本当に今いっぱいいます。いるんだけどね、どれぐらいの生存率で大きくなってくれるんだろうなって感じ。以前は5分の2とか5分の3って言ってたんだけど、今生存率っていうのはどれぐらいあるんだろうかな。カラスが怖いね。キャラス、この子はね、ワンショルダーやね。片方だけ白色や。いや本当にね、今小さいあの赤ちゃんがたくさんいるんですよ。本当びっくりするぐらいいます。だけどあとはね、本当どれぐらい生き残ってくれるかやな。本当心配です。この子らもね、小さかったのにね、大きくなってくれたよね、やっぱね、あの大きくなると小さい頃のなんか特徴がないと分かりづらいよね。あ、そうです。あれ、あそこの白いあれ石からね。石石かあれはね、石がそうなんですよ。あ、こんにちは。ああいうね、遠くのところにポツンとあれ白いウサギがおるんかなと思ったら石でしたって感じですね。あるある、まあ、特分に僕は 目が悪いんであれですけど、ね、今日はでもこれぐらいゴミそんなにねたくさんなかったんですよ、カラスがバカーバカーって、天気ですよ今日、日向は暑、ちょっとね、むせた。あの、あそこにおった、ね。今さっき走っていったよ。一番奥におるんじゃないあれ。白色のやつの向こう側のもっと壁のところ。あれ、ウサギじゃない。僕はよくわからない。そろそろ、ウサギよね、あれもね。僕のがあまりにも目が老眼やけんと思ってバカにしそうにやと思うけど、今日はね、いろんな方とねお会いできてね、よかった。なんかお話いっぱいできたですよ。はい、やっぱりね、いろんな方とねお話できるのは嬉しいですよね。さてさて、まだ一周してないので、ちょっとね、ざっくりちゃんに会ってないんですよ。すいません。ちょっとざっくりちゃんに会いに行きます。急いで。あと滞在時間がね、あの、1時間になってしまいましたんで。